え今日は、えー、シボレーのコルベットの7代目をご紹介したいと思います、えー、シボレーのコルベットといいますともうスポーツカーで非常にこう歴史のある車なわけですけれども、えー、初代が登場しましたのがあ1953年です、えー、もうまさに60年を超える非常に歴史あるうモデルといえますでこの今私の後ろにいますコルベットは7代目となりますでこれは2014年に登場いたしました で、えー、まあ世界中いろんなカーブザイヤーがあるんですけれども、えー、北米のカーブザイヤー2014年の北米のカーブザイヤーを、えー、この車は受賞をしています。で、この7代目のコルベットプラットフォームそれからパワートレインすべ、えー、て新設計のものというふうに言われています。 でまあ、もう見ていただければ分かるとおり、えー、ロングノーズショートデッキといういかにもスポーツカーらしい、えー、スタイリングこれがまあコルベットの特徴と言えるわけです。 き、えー、今日ここでご紹介するコルベットはコルベットの中でもよりスペシャルなモデルで、えー、Z06、えー、と書くわけですけれども Z06 という、えー、グレードの車です、えー、ノーマルの車とどう違うかと言いますと、えー、ノーマルのコルベットは V 型8気筒の、えー、6.2リッターエンジンを搭載しています えー、ノーマルモデルでは最高出力が466馬力最大ル力が 64.2kg メートルを発生するんですが、えー、さらにこの車の場合はスーパーチャージャーを搭載しています、えー、実際、ちょっとボンネットを開けて、えー、エンジンを見ていただきましょう。 え最近にしては珍しいこの逆アリゲーターのボンネットを採用しているわけですが、えー、この車のエンジン Z06 のエンジンは V 型8気筒の OHV、オーバーヘッドバルブですね、もう昔はね、オーバーヘッドバルブっていうのを聞いたこともよくあったとは思うんですが非常に最近では珍しいです。 でなんでオーバーヘッドバルブを採用しているかと言いますと、今、メジャーとなっている DOHC のような、カム機構ですと、どうしても頭がですねエンジンの上のあたりにカム系の,その部品がいっぱいになりまして、エンジンのどうしても重心位置が高くなってしまうということで、エンジンの重心位置を極力下げようという考えから、このコルベットには OHV をこの最近でも使っているというわけです。 でえー、さらにこの6 2ーただでさえ速いエンジンなんですがスーパーチャージャーを、えー、搭載しています、えー、スペックは659馬力、えー、485キロワットですね、えー、最大トルクはもう本当に驚くんですけれども、えー、3600回転という回転ですでに89.8キログラムメートル881ニュートンメートルという、えー、最大トルクを発生しています 組み合わされるトランスミッションは、今日ここで紹介する黄色い車には、7速のマニュアルトランスミッション、マニュアルももう7速の時代ですね、を搭載しています。で、オートマチックも実際用意はされています。で、こちらの赤いコンバーチブルに関しては7、8速のオートマチックの組み合わせというふうになっていますで。さらに驚くのは、この車の軽さです。 え車両重量、こちらのモデルで、えー、7速マニュアルのモデルでは、えー、車両重量は1570キロという重量を達成しています、えー、まあボディもです、ね、まも、あ、普通はスチールだとかまあアルミを使ったりするんですけれども,、えー、もうカーボンを多様に使っています、例えばこのボンネットさらにルーフにはもうカーボンを使っていますさらにえ動力をつなぐドライブシャフト これもカーーボンファイバーでできていますそういったこと、さらにはアルミニウムのフレームですね、フレーム構造もアルミニウムを採用するということで、この車の車両重量は1570キロ、もう本当に軽い車というふうになっています。 パワーウェイトレシオ1馬力あたり何キログラムしょっているかというところを見てみますとなんとこれも1馬力あたり2 3 8ラムしかしょっていない非常に軽量なスポーツカーそれに659馬力という高性能エンジンが採用されているわけです。 このスポーツモデルで重要なのは前後の重量配分というところもあるんですけれどもこの車は前後50対50等しい重量配分となっていますこれもですね実はトランスアクスル方式というものを採用していますトランスミッションをもうリアに配置してですね後ろに重たいものエンジンはもともと重たいですからトランスミッションを後ろに置くことでより前後の重量配分を等しくするといったそういう工夫もなされています えー、で、えー、この車の場合はですねタイヤも相当太いタイヤを装着していますまあね、えー、非常に大きいパワーを持ったものですからこのまず前輪がですね、えー、285の30の19インチというタイヤを履いていますでこの車は後輪駆動ですから後輪により、えー、大きいパワーをおーまあ受け止めるひ 必要があるために、えー、後輪はなんと335の扁平率が25%というもの、さらにホイールのインチは20インチというホイールを装着しています。えー、こういったことで、えー、もうとてももうスペシャル、コルベットの中でもよりスペシャルなモデルと言えるわけです。 えー、こ,ういこの車がです、ねえー、どういったものがあるかというのはまた後ほど市場に、えー、この車を持ち込みまして、えー、レポートしたいと思っていますのでそちらはまたお楽しみにしていただきたいと思います。